皆さんこんにちは、大樹です。昨日は海の日の特別講演会ということで、たくさんの人に集まっていただいて、でなかなかねコーチングとかカウンセリングとかのこのデモンストレーション、セッション見れるっていう機会を持ってる人は少ないので、まあ、なるべく見てもらおうということで昨日もデモンストレーションやったんですけれども、テーマがね、職場の人たちともっと仲良くしたいんだけど、なんか人にこう警戒心があってというか心許せなくてなかなか一歩踏み込めないんだってね。すごく頑張って仕事してる男性なんですけど、うん、で私ね話聞いてたらすごくいろんな人とコミュニケーション取って頑張ってんだけど、なんか踏み込めない。でももう踏み込みたいんだと、要は信頼できる自分になりたいみたいなセッションだったんですね。で信頼できる自分になりたいって言ってる人っていうのは、私からしたらなったらいいと思ってるんですけど、なったらよくて慣れたら苦労しないじゃないですか。だからなりたいっていう部分とまだ何かが残ってるんですよね。でやっぱそのことをね無視してね、なりたいなりたいって言っててもうまくいかないんだったら、もう一回ね自分に何が起こってるんだろう、まあそのブレーキになってたりとか何か別の考え方を持ってる別の自分がいるんじゃないかっていうね、ことに意識を向けてみるっていうのも大切なんじゃなかろうかということなんですよね。で聞いてみたの、なんかね、いや信頼したいってなったらもうどんどん信じて、で何があろうとコミュニケーション取って一緒にやればいいじゃないですかって言ったら、いやそうなんだけどやっぱり怖いんですよっていうわけで、何が怖いのかってね、こう、まあ、2つ椅子を分けて、要は信頼をしたい自分の椅子とね、それから何か怖いって言ってる自分の椅子と分けて、じゃあ信頼したい自分はどうして信頼したと思ってるんだろうとかね、で怖いって言ってる自分は何が怖いんだろうって言ったらね、やっぱりなんか一人ぼっちになるのが怖いと。要はなんか、懐に飛び込んでいってとかね、相手とつながって、でなんだ案外できないじゃんって言われたり、ダメじゃんって言われたりとか、そんなもんかって言われたりして一人ぼっちになるのが辛いと。まあこれどう考えてもあれですね、子どもの頃のなんか傷とかなんかそういうパターンに近そうな感じですよね。でも不思議ですね、一人ぼっちになるのが怖いって言いながら、だからあんまり人と交わらずにうっすらした関係でとどめて一人ぼっちでいるんですよね。まあ大人だからコミュニケーションは表面上は取るけど奥深いところでは取らない、うん、でも本当はどうしたいんだろうねって問いかけてみたら、本当は人と協力して何かをやれるようになりたいって、でそのことに自信が持てるようになりたいって本当はそうなんですよね。でその時にね、そういうなんか自分のなんていうのかな、ブレーキと思っちゃう人もいるんですけど、そういう足を引っ張ってるように見える部分をね、邪険にしたりとか、なんか変えなきゃいけないものだってなるとね、どんどん苦しくなるんですよね。だから僕はこういうふうに言いました。人を信頼する前にとかね、人を信頼して何か人とコミュニケーションを取る前にその自分を信頼したりしませんかと。要は怖がっていいんだよと、それはそうだよねと、あ怖がっていいよと。でそういうのも否定しないって、やっぱり自分の中でですよ、その怖がってる自分と、それから人を信頼したい自分がいるんだったら、信頼したい自分がこの怖がってる自分っていうのをちゃんと大切にするね、でいいよって言ってあげようっていう、まあワークをしたんですよね。そしたらね、最後すごい不思議なことが起こってね、あなんかもういける気がしますと本人が言うわけで、どうしていける気がするのって言ったらね、怖い気持ちがあるからいける気がするって言ったんですよ。で私ね、即座にふっと思いついたことがあって、こういうふうに言ったの。ああそうか、ライトがあるから勇気を持って真っ暗な道を歩いていけるんだねって言ったんですよ。要はほら、ライトがないと真っ暗の中勇気だけで突き進まないといけないんだけど、何があるかな、大丈夫かなってこの見ながら、ライトがあるから安心感があるんだけど、ライトっていうのは何かって言ったら、なんか変なものねえかな、大丈夫かなっていう心配感がライトを出すわけなんですよね。わかりますか。ねえ、だからああそうかと。で怖さっていうのはね、ライト当てることと同じことなんですよ。怖さないっていうのは真っ暗の中勇気だけで入っていくって話ですから、明らかにライトがあった方が安全だし、ライトがあるから進めるんだとね。素晴らしい結論でしたけれども、一歩ねその人が進めるといいなと思っています。参考まで。